私いつも作るときに、その生き物の背景をすごく調べるんですけど、あのハゲタカについてはその西洋においてその母親の象徴であるっていうのがあったので、その母親っていうイメージでハゲタカのイメージは決めていきました。結構そのダークな印象になってるんですけど、まあ、その死肉を漁るっていうイメージからまあダークな印象は初めからあったんですけど、まあそうだけどもその、まあ、生きているものっていうところで、まあ、母親っていうイメージも入ってきて、そのひな鳥をあの子供を一緒に作ろうっていうあのイメージになってって、あの最終的なデザインはひな鳥がお腹肋骨のところに入ってるっていうイメージで、あの決めていきました。でやっぱりそのハゲタカって顔だったりとか羽だったりとか結構特徴的で、作るのが難しかったのはこの頭のサイズ感とその羽のサイズ感。羽は特に鳥類の中でも一番もう本当トップクラスに大きい羽を持ってるので、そのサイズ感がその調整がちょっと難しかったですね。闘牛については、初めから自分の中で、まあ、日本に生息してて自分が見たことあるってイメージがあったんで、初めから和のイメージっていうのが結構強くて、で私が見てきた闘牛っていうのはこう一匹でこう旋回してて、まあ、一匹で単独でこう行動してるような印象があったので、そこからその一人で行動してるなんか侍みたいな、その放浪の侍みたいな一匹狼みたいな、そんな感じのイメージで決めていきました。イメージはで難しかったのは、その堀江さんの方からそのトビはちょっと人間っぽい感じを出したいっていうのでオーダーがあったので、ちょっとその人間っぽさみたいなのをこう出していくのがちょっとバランスが難しかったですね。